旅の途中で3人は
それはアイスクリームっていう食べ物さ。アイスクリーム？初めて見る食べ物だな。皆さんは食べたことありますか？今ちょっと食べてみてよ。やった、食べたい。いただきます。秋竹さんのアイスはどんな味がするか。ペロ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 、冷たくてひんやり、口に入れるとトロントロン。秋竹さんが食べたアイスクリームは一体どんな味だったのでしょう？こんなに美味しい食べ物は初めてだよ。日本にはこんな食べ物ないな。秋竹さん、アイスクリーム初めて食べたんだね。3人はさっきの疲れなんか吹き飛んで、とても幸せな気持ちになりました。さあ、どんどんパリに向かって行こう。出発。パリ万博、いろんな人もいたし、楽しかった。せいちゃん、何が一番楽しかったですか？私は、いろんな国のお姫様とお話できたのがすごい楽しかったな。そうだよね、お姫様たくさんいたし、みんなすっごい可愛かったよね。僕が一番楽しかったのは、やっぱり秋竹さんと船でアイスを一緒に食べたことかな。行ってくるかな。あ、アイスを食べたら秋竹さんが出てきた。とっても楽しかったよね。ね。さっくん、せいちゃん、ありがとう。二人のおかげでとっても楽しかったよ。こちらこそありがとう、秋竹さん。こちらこそありがとう。船の旅、とても楽しかったね。持ってる時計に何度か似てない？
クリームが